こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名古屋大学の最近の研究の話題をお届けしています。今日は生物に興味がある方にお届けしたい内容です。名古屋大学理学研究科上河内あずさ教授の研究室では、ショウジョウバエというハエの一種や蚊を使って求愛コミュニケーション、愛を求めると書いて求愛ですね、これを成立させる脳の仕組みについて研究しています。上河内研究室の大学院生山内隼人さんは、黄色ショウジョウバエというハエが1ヶ月しか寿命がないのに1回の交尾に20分も費やすという非効率すぎる交尾行動の不思議に魅せられて研究に取り組んでいます。そして最近、交尾中の姿勢を維持することが繁殖の成功に関与しているということを発見しました。実験では AI、機械学習を駆使して非効率な交尾行動を効率的に見るシステムも開発したという研究について詳しく聞きました。今日は山内隼人さんにお話を伺いに来ました。山内さん、今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。名古屋大学理学研究科理学専攻生命理学領域の修士2年の山内隼人といいます。で、現在私は、黄色ショウジョウバエという生物を使って交尾にまつわる神経回路の研究をしています。今回発表された交尾を継続するためのメカニズムということで、はい、プレスリリースのタイトルにあります、交尾姿勢を制御する分子神経基盤というふうにサブタイトルがついているんですが、まず交尾姿勢っていう言葉それから今内さんが研究されている繁殖という繁殖成功との関係っていうことについて少し教えてください、はい、確かに交尾姿勢ってあまり馴染みのない言葉だと思うんですけれども、いろんな昆虫でその多様な交尾姿勢を取るっていうことがいろんな研究で知られていて、向き合って交尾する虫だったりとか、あとオスがメスの背中に乗ったりとか、逆にメスがオスの上に乗ったりとかする多様な交尾姿勢をとる生物っていうのがいて、昆虫の種の中で多様にその交尾の姿勢っていうのが変わっていて、同じ種の中でも違う姿勢をとるものがあるっていうことですか？種によって典型的な交尾姿勢があるっていう感じですね。例えば具体例でこう向き合う昆虫とか背中に乗る昆虫とか代表例を教えてもらってもいいですか？向き合う昆虫、馴染み深い生物だと蚊とかが向き合って交尾をする種になっていて、はい、で飛びながらオスとメスがこう近寄って、はい、向き合って交尾するっていう感じになります。背中に乗っかるというとトンボとか？トンボはなんかハート型になんか見えるような交尾姿勢を取るので、ちょっと不思議な交尾をするんですけど、乗っかってるわけではないんですね。乗っかってはないですね、あれは。そうなんですね、はい。で、交尾姿勢と繁殖との関係、はい、ということなんですか？はい、交尾姿勢とその繁殖成功の関係性っていうのは今までほとんど報告がなくて、今回のこの僕たちの研究でこの交尾姿勢っていうのを維持しなければなんかその繁殖がちゃんと成功しないよっていうことが示された研究になっています、うん、交尾姿勢が乱れてしまうと繁殖がうまくいかないということに着目した研究っていうことなんですね。はい、そしてこの成果の中に機械刺激という言葉が出てきます。はい、この機械刺激っていうのはなんとなく生物とあまり馴染みがなさそうな気がするんですけれども、ね、この言葉ってどういうことですか？機械刺激はなんか人間の皮膚で例えると結構分かりやすくて、なんかこう触ったとかあとつねったとかそういう時に痛いとか、あ、触ってるなっていう感覚、それが機械刺激っていうふうに言うんですけれども、人間だと手でこう皮膚を触ってる間って触ってるなって多分ずっと思うと思うんですよ、はい、そんなような感じでハエにおいてもそういう機械刺激を受容するっていう仕組みがあって、はい、交尾中にハエはオスとメスの生殖器とか
をくっつけて、まあ、手とかでオスがメスを触ってたりするんですけれども、例えば姿勢がちょっと乱れちゃった時にはあれなんかおかしいぞみたいな感じになって、よし姿勢を戻そうみたいな仕組みがあるんじゃないかっていうのが考えられています。なるほど。それでこの機械刺激ということと交尾姿勢の維持というのが深い関係があるということなんですね。はい。でそこで今回ピエゾという名前がついた遺伝子が登場しましたけれども、はい、この遺伝子は一体どんな遺伝子で、今回どうしてこのピエゾという遺伝子に注目したんですか？ピエゾっていう遺伝子は症状バエでは機械刺激っていうのを受け取るとチャネルっていうものを作る遺伝子になるんですけれども、このピエゾ遺伝子っていう名前はピエゾ素子っていう圧力をこう電気信号に変えるっていう素子、ピエゾ素子っていうものから名前が取られたっていうふうに言われていて、そうすると電気工学とかそういう分野のところから来た言葉なんですね。はい。でそのピエゾ遺伝子っていうのはそのショウジョウバエ特有の遺伝子じゃなくて、植物とか動物あと人間にもある遺伝子になっていて、人間のその触ったとかっていう感覚もピエゾで受容されてるっていうふうに言われています。で今回このピエゾ遺伝子に着目した理由としては、先ほども話したその交尾中にオスがこうメスと接触している部分から何かしら情報を受け取ってるんじゃないかっていうのを最初に思っていて、で、まあ、その様子を見た時にオスがメスを触ってたりっていうそういった感覚が重要なんじゃないかっていうふうに考えたので、この機械刺激を受容するっていう遺伝子に着目しました。この実験をどんな風にやったのかっていうのが想像もできないんですけれども、ね、どんな風に実験はされるんですか？とても難しそうなイメージがあります。症状バエだと遺伝子をノックアウトするっていう方法があって、ピエゾっていう遺伝子をなくしちゃう、 DNA の中からなくしちゃうっていう方法があって、そうするとこう刺激を感じなくなるっていう風に考えられますか？全く感じなくなるかどうかはちょっと分からなくて、はい、で症状バエにはその、まあ、人間もですけどピエゾ以外にもなんか同じような触ったっていう風なことを感じ取る遺伝子っていうのがいくつかあるので、あ、はい、まあ、ピエゾを抜いたからっていって完全になくなるかどうか分かんないんですけども、ちょっとこう触ったって感じるのがおかしくなったハエ、はい、っていうのを使ってその交尾させてみてどうなるかっていうのを見るような実験をしています。今回機械学習による検出システム、この交尾行動の検出システムを使ったと、はい、いうことなんですけれども、これは一体どんなシステムなんですか？なんか神経回路の研究をするときに神経活動を活性化したり抑制したりっていうのをしたいんですけど、その主な手法として光電学っていう生物に人工遺伝子を発現させて、その生物に光を当てると特定の神経細胞を活性化したりとか抑制したりするようなことができる実験、光電学っていう手法があって、はい、でそれを使って交尾中に光を当てることによってその特定の神経細胞を交尾中だけ活性化したり抑制化したりっていうことをしたいってまず考えて、はい、でただ交尾するまで待って交尾したらじゃあその光をつけてようってやると結構面倒くさいというか、24時間ずっと張ってないといけないそこまでは張らなくていいんですけどでもやっぱり1時間とかその1回の実験に張らなきゃいけなくなっちゃって、うん、でそれを例えば30回とかやるとかなり時間がかかってしまう、なったらもうその実験システムを自動化しちゃった方が効率的なんじゃないかなっていうふうに考えて、交尾をしたのをリアルタイムで判断するっていうシステムを機械学習を使って今回作りました。そうするとこう映像を解析するっていうようなイメージになりますか？はい、そうです。もともと山内さんがその情報学、機械学習に関する知識をお持ちだったということなんですか？機械学習に関する知識は
元々モテたわけじゃなくて、この実験をやろうってなってからかなりこう自分で調べて自分で勉強してっていう感じでやりました。でもしなかったらばかかっていた時間が、はい、まあ、かなり短縮されたっていうことになりますが、はい、だいたいどのぐらい短縮に貢献したんでしょう。そうですね、ちょっと気になりました。まあでも普通に多分実験をやってたら1年ぐらいかかってた実験が、はい、だいたい3ヶ月ぐらいで終わったっていう。おー、4分の1ですね、はい、じゃあ今後もこのシステムを活用していって使われるっていう形なんですね、はい、そもそも山内さんがこの交尾行動、繁殖といったこのエリアに興味を持たれたきっかけっていうのはどういうところにあるんですか。はい、まあ、そもそもなんか生物がなんで交尾するのかなっていうのが僕としては結構気になっていて、交尾するって結構あの生物の行動の中で非効率な行動って僕は思ってて。どういうところがですか。交尾するには結構時間が必要じゃないですか、うん、ただ配偶子を受け渡すだけだったら別にもっとこうプレゼントのような形ですって渡した方が多分天敵とかがいる中環境下でもあの生存率が高くなるって思うんですけれども、でもやっぱり時間をかけて交尾をして繁殖をするっていうのが何か生物にとって重要なのかなっていうのを、その交尾っていう行動があるっていうことから思ったので、なんかそもそもその交尾行動っていうものが何なんだろうっていうのをすごい気になるっていうのがこの分野に興味を持ったきっかけです。実際にもう何年かこの分野で研究をされて、はい、この生物、昆虫というものを交尾行動を見てきているわけじゃないですか、はい、そういったところからなんで交尾に時間をかけるんだろうっていうところのなんか答えみたいなのは山内さんなりに見えてきていたりするんですか。いや、答えまでは見つかってなくて、むしろ謎が深まるばかり。特になんかそのハエの、ショウジョウバエの交尾って多分イメージとしてはなんか 1,2 秒ぐらいで多分終わるって思うと思うんですよ。結構多分個体がちっちゃいからすぐ交尾が終わっちゃうんじゃないかって。でも実際にはショウジョウバエの交尾って20分も継続するっていうことがあって。ショウジョウバエの寿命はどのぐらいなんでしょう。ショウジョウバエの寿命は1ヶ月ぐらい長くて、1ヶ月のうち20分を費やす、はい、大人になるのでももう3日とかかなり短い期間になるので、だから20分ってかなりその生物、ハエの中だと長い時間だと思うんですけど、でもそれを交尾に使うっていうのがすごい不思議だなって僕は今思ってますね。ショウジョウバエはその交尾回数は一生のうちに何回ぐらいになるんですか。明確に何回っていうのは分かってないんですけども、少なくとも1回じゃなくて何回もするっていうふうには言われてます。この、 先ほどピエゾという遺伝子が、はい、植物にもあって人間にもあるっていうふうにおっしゃいました。今回の結果が他の生物とか私たちの暮らしとかにどのようにこう関わってくる、どんなふうにこう理解をされていますか。今回のこの研究はショウジョウバエだけじゃなくて生物の交尾の理解につながるっていうふうに考えていて、例えばその生物多様性の保全だったりとか、絶滅しそうな生物の交尾、繁殖行動を理解することができれば絶滅したりするのを防げたりするかもしれない。あとは人間のその繁殖に関わるっていうんですか、その障害だったりとかそういうののなんかこう解決につながったりとかっていうふうに考えています、はい、うん、そしてこの交尾行動を継続するためのメカニズムという実験は一度このところで達成をされて、はい、今は別のテーマに向かって研究を進められているということなんですけれども、はい、どういった方向の今度はご研究テーマなんですか。今回はその交尾を維持するための神経回路の解明だったんですけれども、はい、今後はその交尾の時にいろいろ起こるような神経メカニズムの全貌の解明っていうのを最終的に目指していきたくて、はい、ハエのその求愛から交尾に変わるっていう部分の解明だったりとか、そもそもその交尾
っていう状態がどういうふうな神経回路で成り立っているのかとか、はい、そういったようなことを解明していけたらなっていうふうに考えています。今 QI からその交尾行動っていうところのこの一連の流れっていうのがまだまだこう見えていないっていうことになりますか、はい、それはすごくなかなか時間がかかりそうな研究ではありますけれども、そうですね、はい、この分野を目指している山内さんより若い人、はい、若い方々にもしメッセージありましたらお願いしたいです。なんか研究っていうと結構こう堅苦しいイメージっていうのが多分皆さんあると思うんですけれども、まあ、研究だから何でもやっていいっていうわけじゃないんですけれども、例えば今回のこの交尾行動っていったような直接何かにすぐつながるようなことじゃないけれども、でもなんかこう生物の根本を理解するような基礎研究っていう単純なみんなの興味っていうものをこう研究としてやるっていうので、なんかこう自分が疑問に思ったりとかしたことをいろいろ突き詰めていく過程を、そうですね、楽しんで研究するっていうこともできるし、まあ、そういった研究を楽しみにするっていうこともできるので、ぜひ皆さんその科学っていうものに興味を持ってほしいって思います。きっと山梨さんは毎日ワクワクしながらこう試行錯誤を楽しみながらこう勉強されているんだなっていうのを想像しながら聞きました。今日は詳しくいろいろ教えてくださってどうもありがとうございました。ありがとうございます。山内隼人さんへのインタビューでした。実は山内さん、黄色症状馬への交尾のイラストも描けるということで、ノート記事の方にはイラストを提供していただきました。なかなかお目にかかれないイラストだと思います。概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。さて、そろそろエンディングです。番組では皆様からのご意見を募集していきます。ご感想や取り上げてほしいテーマなど、概要欄のご意見フォームからお寄せください。名古屋大学の研究者の皆様からご自身の研究を取り上げてほしいというリクエストもお待ちしています。それではまた次回まで。さようなら。